<laughs> 健康管理は自分ですろじゃあ何を祈ればいいんだろうな縁結びかな自分の頑張りプラスなんか運命とかでどうにかしたいみたいな農家か,かな、うん、確かにさ<ー>健康管理は自分で何とかすべきだし神頼みするとこではないよねうん <laughs>、うん、あとお金持ちになりたいも割と自分で頑張って何とかする範囲に入るのかな何もし,しないでいれば、ね 縁結びかかかななんいいいい人とと出会いたいとかああ自分の力じゃどうしようもないようなでもいい人と出会いたいも結局自分で頑張って自分磨いてそういう縁ができやすい場所に出向けで終わっちゃうしなう神いらなくねでも出向いてもいるかいないかはわからないから、うん、そこで神の力を使っていい人が来やすくなる、うん、そうなんか言ったもんが強いよねあれは神の力です <laughs> 言ったもん勝ちだから、今の世界だろ。で、出会えなかったら出なかったり、新人が足りない、再戦が足りないって言えばいいし、後付け産業でいけるよね。そういう力件っで。絶対勝つな。平和を願うか、具体性があるのね。世界平和とかは。どこを平和にするかな。10円で世界平和にはしてくんないと思う。無理だな。自分の足の裏ぐらいだな。あのさ、何 何食べにいんの何 <laughs> ?10 円で <laughs> なっ<た> <laughs> ちょっと待ってくれ。10円で、はい、何足の裏の平和しか構えてくるんね <laughs> 水水し気がしてない方がよくない辿 <laughs> り着きにくいってことか何 <laughs> ?100 円なら土松とか。<laughs> <laughs> 足元からよ。<laughs> <laughs> なんかしょっぱいんだよな。<laughs> 10円で世界平和はうん、うん、あダメに決まってんだろうと。はい、せいぜいお前の足元のかかとの裏の保湿の平和を守ってやるよ <laughs>、うん、な。んかなんやだな。あと歩いてる時に石が出てこないとか、つまずきにくいとか。結局神も金かいや。そうじゃないか、うん、よくほら、なんか札束投げる人とかいるじゃん。なんで投げんのかね そういう人はいっぱいやればご利益あるからつって投げてそれは多分過去に投げて実績あったんだろう、うん、多分100万円投げたらマジでうまくいったから投げるしか考えられないんだけどだから徐々に額が上がっていって、うん、で金持ちになっていって昔1万円投げたら10万円以上稼げたしみたいなのがつながってって、うん、ってことそうなんじゃないか、まあ、でも1万投げれる人は余裕ある人だからそれは増えていくよなって話だよな <laughs> <laughs> コメントに「そもそも神は金を集めてどうすんの?」ってあるけどそこに対して僕も答えが欲しいねあ確かにスパチャーはどうして必要なのって言われると、うん、神のうんやっぱ他の神に「俺今回こんなにもらったぜ」っていうマウントを取る何、うん、でいいのそんなやつもハ <laughs> <laughs> なんでいんの神のそう、モチベ、今あとたモチベーションにもなるんじゃないか。僕に投げた方がよっぽどお前らのいい願い叶える自信あるよ。<laughs> はっきり言うけど。具体的になるなおさら。マジで。<laughs> 500円から1万円の範囲になったら僕の方がよっぽど叶えるよ。プレゼント。親身になって動きまくるよ、僕。<laughs> <laughs> まあまあまあ。まあまあまあ、まあ。 別にそんな、悪く言うつもりはないんだ。僕も行くから、夏なら。僕も行くから。北海道地方の初詣は行く行く。まあなんか、願い、何しようかなってちょっと考えてただけで。あと、福袋買う買わない。去年も買わなかったの買ってないな。あ、そうなんだ。昔一回買ったことあるけど、デジカメの福袋買ったことある。何当たったのええ1万円の福袋買って、なんか2万くらいのデジカメ入ってて。へえ。お、ラッキーラッキーっていう。デジカメ使う 旅行行くときに昔使ってたんだよ。スマホでよくないいや、当時はガラケーの時代だから。ああ、なるほど、ね。カメラがしょぼかったから。必要だったんだ。うん、今もうほんといらない。スマホでいいから。そのスマホ、デジカメどうなったの捨てたの家の引き出しに入ってるわ。あ、じゃあもう使わないね。<laughs> 使わない。<laughs> デジカメの福袋、僕もゲーム福袋ぐらい買うかな。<laughs> うん、ゲームゲームの。いろんなの。あるじゃん、ゲームの福袋、うん。あるある。買うから、 何入ってるか分からんぞゲームだろそりゃそうだけどそういうのはやらないんだじゃ食事系だけかあじゃあ七草がゆは食うんだ食べる七草絶対食べる奥さんが美味しい俺は嫌い言っちゃまった俺もういじゃあんで食うの出てくるから七草がゆ食べるよって言われてはい奥さん 奥さんが好きなの僕は今まで3回ぐらいしか食ったことないんだけど、うん、長草が言う。僕食ったやつ餅入っててうまかったよ。で餅入れてみ奥さんに言って。の、うん、雑煮で余った餅を入れると、うん、なんか粘り気がある感じ。あ多分中岡がまずいとか美味しくないって言ってるのは塩気足りないんだと思うわ。うん トガッツリ塩入れてもらう。そうなんだよ見てない時に塩かけて食たから中岡の味覚多分塩で決まるから塩分なんだよ中岡ト醤油とマヨネーズとトだからチャーハンにしてもらえばトナナクサクチャナナクサガちょっと油で炒めて卵を敷いてはい油で炒めて豚肉も入れて中華鍋でシャッシャッてやってくんねえからさチャーハンになるよブラックペッパー入れてなうんでも完璧完璧焼き飯にしてもらえ <laughs> もうそれなら最初からチャーハン頼むよ。そうだな。うん。チャーハン食った方がいいな。<laughs> 間違いなくラーメンと一緒に。チャーハン食った方がいいわ。うん。そうだ。<laughs> <laughs>